伊藤監督の退任が発表になりまして、そして堀コーチが監督就任という発表がございました。伊藤監督なんですが、正直結果は出せなかったと思います。もう今のこの成績でですね、結果出ましたっていうのは逆に伊藤監督に対して失礼だと思いますので、伊藤監督自身が望んでいる、そして僕たちも望んでいた、そんな結果はですね出せなかったとは思うんですけれども、ベガルタ仙台のために粉骨砕身働いてくださりました。そこに関しては僕は心から感謝してますし、昨シーズン途中の状況でですね、ベガルタ仙台に来てくれたこと、非常にね一ファンとしてですねお礼を申し上げたいなというふうに思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。堀コーチは過去に浦和レッズで2回、東京ヴェルディで1回、監督の経験がございまして、いずれもコーチからの昇格、浦和時代はですねトップチームのコーチだった時もありますし、ユース監督だったのが昇格ということもあったんですけれども、とりあえずシーズン途中での登板というのが3度とも同様でございまして、なので今のこの状況、そのシーズン途中で引き継がなきゃいけないという状況に関しては、ある程度経験がある監督でございます。昨年の伊藤監督の時と違って、内部にもともといましたので、選手たちのことを今から一から知らなきゃいけないというわけでは決してございませんので、スムーズにですね移行できるんじゃないかなというふうに思いますし、まあそういう経験もねたくさん積んでおられる方ですので、期待したいなというふうに思います。期待したいなとは言いつつもですね、今から逆転で昇格してくれっていうのは結構酷な順位ではございますので、まあまずは立て直してほしいというところで期待していきたいですし、ベガルタ仙台としては今シーズン昇格してほしいという思いもあるんですけれども、来季以降見据えた動きっていうのは、少なくともフロントスタッフの方は始めなきゃいけない時期なのかなというふうに思っていたりもします。特にねレンタル組が多いんで、そのあたりはね結構頭の悩ますところかなという感じです。でこの堀新監督なんですけれども、過去浦和レッズ2017年率いていた時、そして2021年東京ヴェルディ率いていた時、いずれもですね4-1-4-1、まあ、ないしは4-1-2-3というフォーメーションを取っておりました。なのでベガルタ仙台もこっから先このフォーメーションになるんじゃないかなというふうに予想をしております。ちなみにこの2017年の浦和レッズ時代にはですね ACL 優勝を経験しています。それまでの三者体制の後ろから丁寧にビルドアップして崩していくっていうあの姿勢からですね、この 4-1-4-1 はどっちかというと引いてカウンターっていうですねサッカーになっていたかなという感じなので、ベガルタ仙台もそういう転換がある可能性は十分あるかなという感じですね。で 4-1-4-1 にもし当てはめるとしたらっていうことで、まあ適当に当てはめたんで、あの必ずしもこの序列とかこの選手このポジションというわけではねないと思うんですけど、一応当てはめさせてもらいました。特にねディフェンスラインはポリバレントな選手が多いんで、必ずしもこうではないかなというふうに思いますし、ゴールキーパーも林選手が天皇杯でですね120分間で1失点っていうですね一応結果を残しましたので、小畑選手との序列また変わりそうかなというふうに個人的には感じておりますが、どうなるかは分かりません。今って4-4-2の可変式なんですけれども、この逆三角形のですね中盤になることでメリットあるなと思っていまして、まず中島選手、今までシャドウのポジションで使われていたんですけれども、昨シーズン中島選手がすごい活躍してたのって原崎監督時代のボランチだと思うんですよ。もちろん今シーズンもゴール上げているんでしっかり活躍はしているんですけど、このねインサイドハーフって、そのなんか昨シーズンの良かった時と今シーズンの活躍とのいいとこ取りなんじゃないかなというふうに個人的には思っていますし、あと鎌田選手とかが2ボランチよりもさらに前に出ていきやすくなるかなと思いますし、何よりねフォギーニョの運動量、すごいこのインサイドハーフっていうのは生きるんじゃないかなというふうに思っております。あとこの右ウィングのところで言うと、新加入の松崎選手が絡んでくる可能性もありますし、あと天皇杯で活躍されたオナーユ選手絡んでくるかもしれません。あと一応右にゴーゲ選手置いてるんですけど、ゴーゲ選手もインサイドハーフできるんで、場合によってはねインサイドハーフに入ってくる可能性もあるかなという感じです。センターフォワードもですね、まあ基本的にこの3人が争ってたんですけれども、天皇杯でゴール上げた菅原選手が絡んでくる可能性あるかなというふうに思いますし、やっぱ結果残した若いフレッシュな選手ぜひとも使ってあげてほしいなと。これは別に伊藤監督続投だとしても堀監督に変わったとしてもそうだと思うんですけれども、ぜひともそういうですねチーム内競争っていうのを活発化させてほしいなというふうに思います。あと山田選手とかをウィングで使う場合もねあるかなという感じでございます。個人的にはストライカー欲しいですけどね、ホヨンジュン選手最近結果残し始めました、菅原選手も天皇杯でゴール決めましたなんですけれども、個人的にはストライカー欲しい。しかもこれまでの堀監督のサッカー考えると、浦和レッズ時代はやっぱ左ウィングのラファエルシルバ選手が特にカウンターでめちゃくちゃ引っ張っていってくれてましたし、前線もう一人ないしは二人個人的には欲しいなというふうに思っていたりもします。皆さんの感想もお聞かせください。それでは。